若者の絶大な支持を得て、10代の教祖と呼ばれるも、26歳の若さで突然死を遂げた尾崎豊さん。その不可解な急逝から30年が過ぎようとしていますが、改めて公式の死因や死に至った真相に目を向けてみたいと思います。合わせて遺体の状態、遺書公開の波紋、事故死の可能性についても見ていきます。発見時に倒れていた場所、尾崎ハウスは2022年現在どうなっているのでしょうか。尾崎豊のプロフィール。愛称、尾崎、本名、尾崎豊。生年月日、1965年、昭和40年、11月29日。死亡年月日、1992年、平成4年、4月25日。身長、178センチメートル。出身地、東京都練馬区。最終学歴、青山学院高等部中退。所属事務所、アイソトープ。目次、未だ謎が残る尾崎豊の死因。真相は、遺体の検視、解剖で判明したこと。尾崎豊の遺書の診断は、自殺や他殺ではなく、事故死の可能性も。尾崎豊が倒れていた場所、尾崎ハウス、取り壊し。未だ謎が残る尾崎豊の死因。真相は、26歳のカリスマシンガーソングライターが東京都内の民家の軒先で全裸のまま倒れているところを発見されたのは、1992年4月25日早朝のことでした。病院に搬送された後、家族に付き添われて自宅マンションに帰宅した尾崎豊さんは、暴れたり、嘔吐したりを繰り返すうちに寝息を立て始めます。ところが、ほどなくして寝息が聞こえなくなり、危篤状態に。再び運び込まれた病院での蘇生措置も虚しく、同日の午後に息を引き取りました。全身に擦り傷などの外傷があったことから、喧嘩に巻き込まれた可能性もあるとして司法解剖が行われ、死因は肺水腫と発表。肺水腫とは、酸素の欠乏や刺激性ガスの吸引などが原因で肺に水が溜まる症状で、年齢に関係なく起こり、突発性が高いと言われています。ところが2年後の1994年、死体検案書の内容がメディアに流出し、司法解剖時に覚醒剤が検出されていたことが明らかに。これにより、様々な憶測が乱れ飛ぶことになりました。覚醒剤での逮捕歴から推測される薬物中毒施設や、体中の外傷から推測される他殺説などです。同年、尾崎さんの父親が10万人近い署名を集めて再捜査の要請をするも、警察は事件性なしとして受理せず。さらに1999年、写真週刊誌が病院で蘇生措置を受けている尾崎さんの衝撃的な写真を掲載。そこに写っていた尾崎さんの右目は、まるで誰かに殴られた跡のように腫れ上がっていました。そして突然死から15年後、暴力団関係者と名乗る人物が尾崎さん殺害を匿名で告白。証言によると、あの日、以前から顔見知りだった尾崎さんを呼び出して薬物入りの酒で錯乱状態に陥らせ、人目につかない場所に連れて行き、数人で殴る蹴るなどの暴行を加えたとのこと。殺害の理由については事情があって明かせないとしています。警察が事件性なしとして調査を終結したにもかかわらず、なぜ15年を経て告白に至ったのかが不可解ですが、その理由として両親の呵責と、がんによる余命宣告を受けたことを挙げています。この告白の信憑性を高いと取るか、低いと取るかは人それぞれでしょう。仮に尾崎豊さんの死が他殺であり、死に至らしめた実行犯がこの男とその仲間だったとしても、誰がどんな理由で尾崎さんの死を望んだのかは依然として不透明。真相が未だ闇の中であることに変わりはありません。遺体の検視、解剖で判明したこと。
死亡日の翌日となる4月26日未明、尾崎豊さんの遺体は死因解明のため千住署から東京医科歯科大に移送されました。内臓には覚醒剤を経口摂取した痕跡があり、肺にも覚醒剤中毒の形跡が見られたそうです。尾崎さんは覚醒剤の多量摂取による急性メタンフェタミン中毒を起こし、これが肺水腫を誘引したと結論付けられています。司法解剖を終えた遺体は霊安室の出入り口から、千住の自宅にほど近い妻、茂美さんの実家マンションへ。無言の帰宅を出迎えたのは茂美さん、一人息子の優也くん、尾崎さんの父、健一さんらでした。マンションの敷地内にはファンが殺到し、警察によるロープ規制も。ファンはいつまでも立ち去らず、事務所関係者が、尾崎は人に迷惑をかけることが嫌いだった、やっと眠れたのだから、帰ってください、ほど下座して説得する一幕もありました。尾崎豊の遺書の真贋は、尾崎豊さんの遺書とされる文書の存在は、1994年の時点で報じられていました。あるジャーナリストによって全文公開されたのは、2011年の文藝春秋、12月号です。長男が物心つくまで公表は控えるという茂美夫人との約束のもと、長く封印されていたのだそう。尾崎さんのセカンドバッグから見つかったというその遺書は、さようなら私は夢見ますと結ばれており、また自宅で発見されたという別の一通は、妻と子に幸せになってほしいという思いが綴られていました。公開したジャーナリストは他殺説を否定し、自殺だったと結論付けています。ところが、尾崎さんの父と兄は遺書の真贋に疑念を抱き、父親は自殺説を否定。そのためか、遺書の内容には未だ納得できないファンも多く、真贋を問う声も多く聞かれます。挙句には遺書捏造疑惑まで浮上することになりました。自殺や他殺ではなく、事故死の可能性も。捕獲自殺か、他殺かが争点になりがちな尾崎豊さんの不審死。ですが、そのどちらでもなく事故死だった可能性も捨てきれないでしょう。亡くなる前々日には八角親方、当時は横綱、北斗海と知り合い、チケットを送るのでライブに来てくださいと話しています。また検視を担当した長谷倉隼人氏によると、全身の擦り傷と打撲傷は暴行によるものとは異なっていたとのこと。発見時には暴れて転倒したり、ブロック塀に頭を打ちつけていたという目撃証言もあり、これらは覚醒剤中毒者によく見られる異常行動とのことです。長谷倉氏はまた、覚醒剤の致死量には大きな個人差があるため、殺害の手段とするには確実性に欠けるとも指摘しています。尾崎豊が倒れていた場所、尾崎ハウス、取り壊し。尾崎豊さんが倒れていた都内足立区千住河原町の民家は、その後、連日訪れるファンがいたことをきっかけに、居住者の小峰忠夫&豊子夫妻が一室を開放。尾崎ハウス、そしてファンの聖地になりました。しかし20回忌となる2011年、夫妻は大阪の長男一家と暮らすため、築60年を超える自宅の建て替えを決意、尾崎ハウスは解体されることになりました。解体工事の初日には、思い出の尾崎ハウスに別れを告げる多くのファンの姿が。誰もが心の中で小峰夫妻に感謝していたことでしょう。謎を秘めた死のせいか、生前にましてカリスマ性が際立った感のある尾崎豊さん。あの日一体何が起きたのか、真相はご本人しかわからない謎であり続けるのかもしれません。